おっすー。どうした？元気ないじゃん。最近忙しかったもんな。隣いい？じゃちょっと失礼して。ほんと疲れた顔してる。大丈夫か？これは重症だな。よし、わかった。あのさ、一つ提案があるんだけど。あのさ、本当のパーティーに行かないか？君と俺と二人っきりで、誰にも邪魔されないパーティー。どう？え、どこ行くのかって？そんなの全然決めてない。それはこれから考える。そんなこといちいち決めなくたって、君が一緒だったら、俺、何だってやってあげるよ。料理だって作ってあげるし、朝起こしてあげる。君が望めば、何なりと。だからさ、そんなしょげた顔いつまでもしてないで、笑ってよ。いつもの元気な君の顔が見たいからさ。そうそう、その笑顔。その笑顔さえ見れれば、俺も何だって頑張れる。まあ、辛いことはあるかもだけどさ、もうちょっとだけ一緒に頑張ってみない？そんで疲れたら一緒に休もう。またこうして。だから今は、ね。なんて言ってたらお腹空いちゃった。さあ、早くパーティー会場行こう。じゃあ、まずはこの手を取ってもらえますか？よし。それじゃ、行こっか。